はい、皆さんこんにちは。ヤバイハーモニカチャンネルのコリーです。今日はですね、黄金日誌ということで、まあ演奏でもなければまあ基礎の基礎というね、部分でもないというね、部分でただ単にこうハーモニカをちょっといじくって、見ましょうかという、コンテンツですけども、今日はですね、こちらこうパッと見てこれが何のハーモニカだかってわかる人って相当通だと思うんですけど、これ3つ重ねてみました。正面だけですね。ねえ、なかなかちょっとわかりづらい。みんなブラックコームですね。プラスチックコームのブラックですね。一番上こちら。まあ一番上というかこっちから行った方がいいのかな。実はですね、こちらは、よく楽器屋さんでね、600円とか700円とかで売られてます。アリアさんのテンホールズハーモニカですね。そして、こちら、トンボさんのメジャーボーイですね。メジャーボーイです。で、こちらは、トンボさんのウルティモというね、ブルースハープですけど、今日はこの3つ何しようかというと、ちょっと吹き比べてみようかなと思うんですよ。まあ、価格から言ってしまえば、6、700円で買えちゃうんですよね。このアリアさんのハーモニカ。トンボさんのメジャーボーイっていうのが3500円ぐらいですか、楽器屋さんでね。多分それぐらいだったと思うんですよね。で、ウルティモ、ね、こちらはちょっと高めで4000円とか4500円ぐらいすると思うんですよね、楽器屋さんで。で、比較的最初にハーモニカ、こう、どうしようかなと思うと結構できるかどうかわからないから安いの買ってみようかなっていう気になったりするんですよ。で、僕実際にそうだったんですよ。まあだから持ってるんですけど。で、特に最初できるかどうかわからないと、なんかこうセットで安くこうポンと買いたくなるじゃないですか。で、このアリアさんのハーモニカは実はね、これちょっと古いタイプなんですけど、今は長方形になってるんですけど、僕が持ってるのはこの正方形のタイプなんですが、これ12本セットっていうね、こうカバン付きで12本入ってるハーモニカが実はあるんですよ。で、それが6000円ぐらいで手に入りますんで、だいたいまあ500円とか、まあ550円とか、それぐらいで1本手に入る計算になるんですよね。12本のセット買うとカバンまで付いてですよ。これお得じゃないですか。で、お得で結構ね、購入される方も多いと思うし、まあ僕もそうだったんですけど、とにかく最初の最初吹けるかどうかもわからないんだから、まあとりあえず買うって言ったら高いのよりも安いの買って練習してみようかなっていう気になるじゃないですか。で、そんな方のためにですね、今日はこのアリアさんのハーモニカと、このトンボさんのメジャーボーイと、まあ、こちら、ウルティモですね、ウルティモ。ね、それを3つちょっとね、吹き比べてみようかなと思うんですよ。まずは、外観からなんですけど、トンボさんのメジャーボーイと、このアリアさんの、この AH10 って言われるハーモニカですね。これ、非常に外観よく似てるんですよ。ほら。ほぼほぼよく似ててね。まあ、中のリードのこう、リードのね、素材とかは全く違うとは思うんですよ。値段的な差もありますから。パッと見外観だけ、ちょっと何が違うかなと思って見てみると、ここのね、これ見えますかね？ちょっとこれアリアさんですね。アリアさんの。ここの隙間見えますか？ねえ。このカバーのとこに折れ曲がってる部分に若干の隙間が空いてるじゃないですか。これが、トンボさんの場合には、折れ曲がってるんですけど、隙間という隙間はないですよね。で、僕が吹いてきて、なんでこの隙間が気になるかなっていうと、これ、普通に、最初のうち吹いてる時はいいんですけど、これ、例えば、まあ、ハーモニカホルダーをつけて、演奏するにしろ、何にしろ、結構グリッサントってやるんですよね。グリッサントっていうのは、この下から上に上がったりとか、上から下に下がるんですけど、ね、こういう、これ、アリアさんですけど、これをやった時に、意外とここ引っかかるんですよ。この角。で、こういうとこ切ったりするんで、ここちょっとね、要注意かなと思いますね。あんまり激しく動く方は、これ、怪我する可能性あるんじゃないかなと思うんですね。僕もライブ中にここ血まみれになったことあるんですよ。力すごい入ってて、うわーってやったら、ここから血出てて、前の席の人に、あーって指さされたことあるんで、意外とやっちゃうかもしれないですよね。結構フォークなんかやる人もね、こうハーモニカホルダーにつけたりとかして、こう、ってこうグリッサントしたりするときに上の唇、下の唇のこの端っこなんかね、こういうとこ当たると思うんで、まぁ、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その他外観的なね、差っていうのは正直そんなに見当たらない
ですね、外観だけですよ、外観だけの差はそんなに見当たらないですね。ただそれに比べて、まあウルティモさんなんかもこうフルでカバーしてありますから、これまあ全くこの口に当たる感じはないですよね。実際に重さウルティモさんの方がやっぱ重いですよ、持ってみるとね。あのステンレスだったりリードのそのプレートの厚みだったりっていう構造上の差だと思うんですけど、まあ若干やっぱりねアリアさんの方がね軽くは感じます。そんなね外観的にはそんな感じですけど、じゃあ早速ですけど鳴らしてみましょうかっていう感じですよね。今日はねこんなに用意してみました。ここをこうずっとメーター動いてると思うんですけど、音の大きさ測る何デシベルっていうね音の大きさ測る機械ですね。これでまずアリアさんから音の大きさをちょっとね測ってみたいかと思う。まず下からですね、ベンドなしでまず測ってみますね。ね、1オクターブ目こんな感じですね。まあ半分よりは大きくいくかいかないか、まあ最後の方は40いくつぐらいでしたね。まあ、半分いかないぐらいですね。メジャーボーイですね。1オクターブ目ですけど、ほぼ同じですよね。ほぼ同じだと思うんですよ。で、ウルティモ行ってます。ね、音の大きさはほぼ同じですよね。2オクターブ目からまあ上の方行ってみてもいいと思うんですけど。まあ半分越さないぐらいですよね。これが今が、アリアさんですね。じゃあメジャーボーイ行ってみましょうか。同じぐらいですよね。じゃあウルティモ行ってみましょうか。ウルティモですよ。まあほぼ同じですね。すんごい音が大きくなるよとかそういうのはあんまり感じないですよね。ただ吹き心地って実はやっぱり全然違うんですよ。特に低音部、こうなんですかね、リードの反応する速度っていうか、アリアさんのはちょっと遅い感じしますよね、やっぱりね。スカスカこう、スカスカ空気が抜けちゃってる感じはします、正直。やっぱりね、スカンとこう、空気は前に抜けちゃう感じ、吹いても抜けちゃう、吸ってもなんかでスコーンとこうリードがね、すぐ反応する感じではないですね。次メジャーボーイですけど、低音部ね、やっぱりリード反応いい感じしますよね。ウルティモですけど、ちょっとね、ウルティモの方がね軽く反応する感じしますね、なんとなくね。まあ中音域というかこの真ん中ら辺、少しあの反応するのに時間かかる気がします、やっぱりね。これアリアさんの、テンホールズハーモニカ。これトンボさんのメジャーボーイですね。中音域、まあトンボさん、確かにあのトンボさんのメジャーボーイ反応がいい感じするんですよ、アリアさんのに比べてね。スコンとこう空気がこう漏れてちょっとスッてこう一瞬タイムラグがある感じはしないですね、トンボさんのメジャーボーイで。ウルティモの面白いとこって、これ手で持ってるとリードの振動が手に伝わってくるんですよ。これね面白いなぁと思うんですよね。これ構造上の問題なんでしょうね。メジャーボーイでは感じられないこの振動が実際に手に伝わってきますね。
上のがメジャーボイですね。で下のがウルティモですけど、音の大きさは同じでもプレートがかなり振動してるんですよ。っていうことは、まあどういうことか、まあ科学的には僕はよくわからないですけど、このプレートの構造も、音の抜け感っていうのに結構ね影響してるんじゃないかなと思いますね。なんとなくウルティモはかなり吹いてると手のこのね手の指先にリードが揺れてる感じが、振動が伝わってきますね。さあ、そんなんでですね、音の大きさ的には、変わらないですね。音の大きさ的には数字で測った場合には変わらないですね、どのハーモニカも。ただ、吹き心地的にはやっぱりアリアさんは少し空気が抜けてリードの反応が遅い、重たいんじゃなくてこう抜けて呼吸が 100% 伝わってるっていう感じではないかなっていう気はしますよね。メジャーボーイさんは確かに反応いいです。多分柔らかいですよねリードがね。でウルティモの場合はさらに面白いことに、この指先にリードが震えてる感じが指先に伝わってくるという、面白いですねこれね。好きな人は好きなんじゃないですかね。こう感覚的にも吹いてるのが自分の体に伝わってくるっていうハーモニカです。面白いです。今日はもう一つですね、ハーモニカというか楽器については大事なとこですけど、音程ですよね。ピッチがどれぐらいちゃんとしてるのかっていうのはね、見てみたいなと思って、さらにですねもう一つアプリをちょっと動かしてみますね。さあ、じゃあ見えますかね。 こちらまあ言わずと知れたチューナーですよね。チューナーでそれなりにこうねナチュラルで出した音の音程っていうのを少し見てみようかなと思います。これアリアさんですね。ただこれもねちょっと年数経ってるので買ったばかりのものとはちょっと違います。トンボさんのメジャーボーイも正直これ僕年中使ってるものなので、わずかなピッチのズレは出ちゃってるはずです。ウルティモこれもね、これはまあそのまま置いてあったやつなので、まあ数ヶ月経ってますけど、まあそんなに使ってないんですけどもね。それではですねこのアリアさん行ってみましょう。まあ最初の1オクターブ目からベンドなしでね、吹いてみたいかと思いますけど、まず吹き音からね、1番の吹き音ですね。ね、ちょっとこう音が抜けた感じで吹きづらいというか、スクッスクッっていう音が最初入っちゃうじゃないですか。まあ特徴ではありますよね。うん、見えますかね。ちょっともうちょっとそば寄りましょうか。これ吹き音です。ちょっと高いですよね。この辺まで行ってたでしょ。まあハーモニカってよく、古くなると低くなるんですけど、古くても高いっていうことですよね。音程が最初から音程が少し高い。じゃあちょっと一番吸ってみますね。はい、ということでね、1オクターブ目ベンドなしで吹いてみましたけど、だいたいこうチューナーってこの大きな三角あるじゃないですか。この間に入ってればまあ OK ということらしいんですよ。ちょっと上ちょっと下みたいなとこありますけど、ピタッといくことっていうのはそんなにね吹き方もありますからないんですけど、にしてもちょっとねずれて高いですよね。アリアさんね、ちょっと高いかなと思いますね。じゃあトンボのメジャーボーイ行ってみましょうか。ね、枠内に入ってますよね。一応この枠内にね、やはり正確ですね。ピッチがね、正確です。ウルティモ行ってみましょうか。もうほぼ針動かないですよね。で、ウルティモの場合は、もうほとんど使ってない状態、ほぼ新品の状態ですんで、まあ、この辺からもう ほぼ、針動いてませんでしたよね。非常に安定したピッチですよね。やっぱりアリアさんの場合はこの辺まで飛び出ちゃう音もあるんで、ピッチは確かに正確ではないと
言えちゃうんでしょうね。これ多分絶対音感があったりする人がいると気持ち悪いなって思われるとこだと思うんですよ。まあそんなに自分なんかはね、そんな耳良くないから、まあ、そんなに気持ち悪いっていうのは思わないですけど、多分絶対音感とかピアノとかもう固定したあの音で、ずっと何十年も練習してる人とかね、ピアノ弾いてる人とかっていうのは気持ち悪いなこのピッチって思うかもしれないですよね。さあ、そんな感じでね、ピッチ自体はやはりこの大きな差がありました。非常に安定したピッチを持ってるハーモニカ、メジャーボーイ、ウルティモ、そしてやっぱりね、針がバタバタと揺れてしまって、安定した枠内から飛び出てしまったアリアさんね、これはもう数字ですんでね、まあもちろん今回はということですから、絶対にこれが全てだっていうわけじゃないです。正直何千円も払ってね、買った時からなんか音出ないんだけどこれとかっていうハーモニカにあったこともありますんで、これが全てではないですけど、ただ今数字として測ってみたらこんな感じという感じですかね。なのでまあできればね、参考にしていただいてもいいとは思うんですけども、まあご自分でしっかりこういうのもありますんで測ってみて、使ってみたらいいんじゃないでしょうかね、ということですね。で、まあベンド、まあハーモニカって言ったらテンホールズって言ったらまあベンドなんですけど、こうまあベンドのピッチ作るっていうのはもう自分の問題ですんで、正直ピッチが合ってないとか合ってるとかっていうのは問題にはならないと思うんですけど、ベンドのしやすさっていうのは、これアリアさんですね。やっぱり空気が少し抜けてる感、抜けてるスコってこうリードが反応しない感があるので、ベンドするのにも、フルベンドなんかするときは特に出ちゃうんじゃないかな。ベンドするのに力が逆、要は数量が多くなっちゃうんですよね。空気が少し抜けてる感じがすると。まあそういった部分がですね、演奏してる間に、こう、アリアさんのハーモニカなんかだと、こう、ストレスになってしまうんじゃないかなと、呼吸を多く使うっていう面でね、ストレスになってくることはあるのかなとも思いますね。ということで今日ね、3種類ですけれども、比較的こう、安価に手に入る、アリアさん。ですね、それから、多くの方が使ってるタイプじゃないんですかね、メジャーボーイ、そしてウルティモと、この3つをね、数値的に、ちょこちょこ音の大きさと、それから、音程ですね、ピッチを、まあ、数値的に測ってみましたけども、いかがだったですかね。まあ、正直安いから良くないとか、そういうつもりで言ってるつもりはないんですよ。まあ、高いからいいとか安いからどうとかっていうつもりはないんですね。自分の演奏スタイルに合わせて、ここまでならコスパで我慢できるとか、そういった面の指標にしてもらえれば一番嬉しいかなと思いますね。安くてもフルセット持ってる方が、比較的自分は楽しめるっていう方もいらっしゃるでしょうし、ある程度値段の高いものを選んで、ピッチも正確で、そういったものを、使っていくっていう気持ちの方もいらっしゃるでしょうし、そういったまあ指標としてね、ちょこっと使っていただければいいかなと思います。ということで、そんな感じで今日のところは、この辺で終わりにしたいかと思います。どうもありがとうございました。はい、お立ち寄りいただきましてありがとうございます。ヤバイハーモニカチャンネルのコリーです。次のおすすめ動画はこちら、そしてチャンネル登録はこちらになります。ぜひよろしくお願いいたします。ヤバイハーモニカ。